ド素人が行うバスでの家庭用エアコン設置工事はついに最終章を迎える。工事を始めるや悪魔のタイミングで現れた訪問者、バスは横転の危機にさらされるのだ。やがて工事を再開するも予期せぬ苦難の連続に陥る。エアコンは動作するのか、計4パターンで検証する。 AC コンセント、外部電源、アイドリング時のインバーター、ついにはアイドリングストップ時の動作確認を強行。鉛バッテリーの限界に挑むのです。つかさんち、ザ・つかさんファミリー。はい、どうも皆さんこんにちは、つかさんちです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はエアコンの最終仕上げを行っていきます。今ね、エアコンの室内機、前回つけたもの今外してあるんですけど、今日は室内機に至るねガスの配管と、電気の配線を行ってですね、動作確認をやってみたいと思います。動作確認の内容としては、直接外部のねコンセントに挿した場合の、動作確認がまず1点目。2番目はですね、外から外部から 100V を取り込みつつ、この車内のこの 100V のコンセントね、ここで使った場合、これが2番目で、3番目にですね、このコンセントの後ろ側、ここにインバーターがあるんですけど、で、このインバーターを返した場合の動作確認なんですけども、まずは、エンジンをかけた状態でね、エアコンが動作するかっていうのがまず3点目。で、4点目には、もうエンジンのね、キーをオフをした状態で、先ほどのインバーターをね、返して、100V を、まあ、取った場合の動作確認。4つの動作確認を行いたいと思います。スムーズに行くわけないんですけどね。はい、ぜひ最後までご覧ください。つかさんち。さあ、今のエアコンの修理で、実は4週間ぐらいね、車屋さん預けとったんで、仕上がる方だな、車。まずは片付けます。つかさんち。はい、今からね、DIY しようと思ったんですけどね、思わぬ訪問者がね、来ていただいております。この車見覚えありますかね？この車のオーナーファミリーが来てくれております。こんにちは。いや、わかった。うちのバスを見てくれております。いや、もうめちゃめちゃ広い。めちゃめちゃいいな、これ。うん、よくない？めっちゃいい。めっちゃいいやろ。高さがすごいんよ、この。この僕でちょうど今1m80ぐらいなんですけど、全然立ってる。バスコンでお迎えしましょうか。バスコンでお迎えね。ヤマト家さんと。いや、ヤマトさんにも言われてるんですよ、実は。あ、そうなん。バス買って行きましょうって。うわ、緊張はするめちゃめちゃ。うわ、これめっちゃ怖いわ。横転はさしてもいいんですか？なんでやで。というわけでね、山本家族さん、なんやかんやと24時間ぐらいですかね、滞在されまして、帰っていかれましたんでね、そろそろ DIY の方を再開していきたいと思います。で、今日はエアコンの配管をするんですけど、このサビをちょっと軽く対処してからね、配管の方を進めていきます。このワイヤーブラシと、あとこれをね、錆びてるところに塗ってやろうかなと思います。穴が開いてるわけじゃないので、まあ今対処しておけばね、サビだいぶ止めることはできるんじゃないかなと思うんで、さあ行きますか。あー、ちょっと風が吹いてきとるな。ドライヤーでね、乾かします。あとはここの穴はアルミテープか何かでね、簡易的に塞いでおきます。はい、これで室内機側の配線はね、これで OK です。配管をつけていきましょうかね。一旦これを後方に出すんでね、これね、この導管、この導管を曲げていきます。優しくね、一箇所に力が加わらないように。あとはここから、これをもう一回この車両の右側に、ね、この辺から立ち上げたところから右に曲げていくので、ここからね、曲げていきます。
これもう適当です。あ、なんか曲げちゃった気がするよ。あ、なんか曲げちゃった気がするよ。なんか曲げちゃった気が。うわ、ちょっと曲げちゃったんじゃないこれ。ポキッといっとるなぁ。あれか。シャーなのかな。わぁ、細くなっちゃったよ、これ。こう、最悪見えますかね。ちょっと横着しすぎたなぁ。つかさんち。ドレンをつけていくんですけど、本来はこれね、一本がつくんですけど、車、左右の傾きがね、どうなるかわからんので、これね、二本準備してあります。吸い付け板の方に付けていきますか。つかさんち。さあ、これうまくいくんでしょうか。これはなかなか手が重いポイントな。これは大変や。これ曲げたの失敗やったな。これはやっちゃったかもしれん。これは後で曲げるべきやったね。ここにアプローチすることができないな。こんなん絶対無理や。絶対無理や、こんなん。うっそー。やっちゃったよ、これ。配管をやってしまいそうな気がめちゃくちゃしますけどね。大丈夫なんですかね。すっごい嫌な予感しますよ、これ。なんとかなるんでしょうか、これ。来たね。なんとか来たけどね。来ましたけども。来たかな。あ、これで来たね。来た、やっとはまった。はまった。これもね、あんまり唐突に曲げずに、この穴からね、上に一旦ズドンと行きます。くわ、やっと来た。よいしょ。よいしょ。しんどつかさんちで、配管はね、このナイログっていう、これでね、漏れ止めになるので、これを塗っときます。はい、多分全然映ってないでしょうけどね。あ、想像しておいてください。3部管と2部管ね、こんな感じで接続完了しました。あとはね、この室外機側ですね、ちょっとね、めんどくさいんで、もう収録しません。もうできたところ、動作確認からね、収録します。つかさんち。動作確認は4種類、まず1つ目はですね、これコンセントを直接外部の AC にね、つなげた場合の動作確認。まずこれは1つ目。もうこれつかなかったらもう最悪なんですけどね。あとはですね、このバスに外部電源を入力した状態で、車内のここですね、ここ。このコンセントから電源を取った場合の動作確認。これが2点目。で、3点目はですね、おそらく疑似制限波だと思われるんですけども、そこのインバーターから電源をね、取った場合で、で、まずはね、車のエンジンをかけた状態でそれを行ってみたいと思います。それが3点目。でね、一番最後、4番目はですね、エンジンをオフにした状態でそのインバーターからね、電源を取った場合。ということで、実験をね、4パターンで行ってみたいと思います。サブバッテリー現状鉛なんですけども、まあ一応ね、充電して、だいたい満タンぐらいにはなってるかと思います。はい、その4パターンでね、行っていきます。というわけで、エアコンのね、コンセント、コードリールの刺さってコードリールの配線が、その外部のね、AC、そこに繋がっている状態ですね。緊張の一瞬、つけてみましょう。来い。来た。電気は無事に入りまして、このフラップが動いてますね。あ、室外機の方も今回り始めております。来た来たね、来ました。冷気が来た。はい、続きましてはこの外部電源を、これでね、
これで車内にこれ 100V 引き込んだ状態ですね。はい、このねエアコンのこのコンセント、これをこちらに挿します。冷房運転押してみましょう。どうでしょうか。いきますよ。今来ましたね。冷たい風が今出てきておりますんで、これで動作は問題ないかと思います。2番目もクリア。いよいよねインバータそれを返していくパターンですね。それやってみます。インバータオフですけど挿します。電圧見えますかね。これ入れますね電源を。13V 少し切ってる感じなんでね、まずはアイドリングしてみます。今エンジンかけてきたんですけど、先ほど 13V 少し下回ってたのが今 14V 少し上回ってる感じですかね。はい、この状態でインバータ入れてみましょう。うん、さあエンジンをね、かけながらではあるんですけど、つけば大きな進歩かなと思うんですけど、オン。あ、冷気は来てます。確実に今冷たい空気が来てますね。先ほど 14V ちょっとあったのが今 13V 若干下回ってる感じですね。さあこのまま動作が正常に続くんでしょうか。この疑似制限波君がどうでしょう。特に今は熱持ってないですけども。というわけでエンジンかけながらであれば、とりあえずはね、まあ時間の方長期的に使用した場合はどうかわからないですけども、とりあえずはね使えるってことまではこれで確認できました。ということでね、いよいよ最終局面の4番目、エンジンをオフにした状態、もう鉛のサブバッテリーのみでね、のみに耐えた状態でこれが動くかどうか。つかさかんじはい、ということで実験の最終段階でね、嫁さんがちょっと今なんか冷やかしに来たんですけど鉛バッテリーからねインバータを返して、エアコンを動かすと、もうこれが最初のテストになります。鉛のバッテリーの仕様としては SMF27HCM680 というものなんですけど、なんとなくですけど1個あたり100アンペアないような気がするので、2つで200アンペアあるかどうか、まあ多分ないと思いますね。この条件と、この疑似制限波と思われるこのインバータ 1500W の使用ですね、これでの実験を行います。ピッと開始時の電圧は 12.5V ぐらいで、インバータのインジケーターはね、12.5 から13ぐらいですかね。というわけで実験の最終のね、お嫁さんにやってもらおうと思います。冷房してくれる？冷房ね、うん、せーの。どれぐらい動くでしょうか。風来たよ。来たね、うん、室外機動いたね、うん、動いた。すごいやん。ついた。室外機が動いた時点でやっぱり少し電圧が低下して 12.12V 弱まで下がってます。インジケーターの方も同様ですかね。冷たに来た。来た。うん、来た来た。おお。うん。来た来た。で現時点での電圧ですけど、やっぱりかなり低いですね。見ての通り 12V を下回ってます。うん、無事に、室外機から温かい空気が出てます。で、ドレン。ドレンまだ仮ですけど。しっかりと水が出てるの分かるでしょうか。今5分少々経過したところなんですけど、これぐらいの時点で今インバーターのねファンが回り始めました。少しね熱を持ってるようです。 10.5V から 11V、 まあまあこれ黄色信号みたいな感じですかね。
まあ7分経過したところでね、これインバーターからのブザーと思うんですけど、これ電圧の降下した警告なんですかね。暑さはそこまでじゃないんですけどね。このメーターは 11.5V を指してるんですけど、こちらのインジケーターは、10.5 から 11V ということなので、もうこれでね、これ以上使うなと。多分そういうことじゃないでしょうかね。まだ自動で落ちるようなことはないですけど、まあ、この辺りでね、バッテリーの消耗多分させてしまうと思うのでね、実験の方は終了したいと思います。というわけで実際に鉛バッテリー満タンで使えたのは8分少々ということです。さあ切ります。はい、これ切ったと同時にこれの音も消えたようなんでね、やっぱりそういうことなんでしょうね。つかさ感じ。まあこれが鉛の限界と、まあこれがね現実かというとこですかね。でも大きな進歩やね。というわけで大成功ということで、はい、はい、無事に着きました。ありがとうございます。はい、あれやな、次はやっぱリチウム欲しいね。リチウムバッテリー欲しいな。高価やけどな。高いけどな。頑張って。また余計な出費になるけど買っちゃいますか。つかさんち。ザ、つかさんファミリー。来た、やっとハマった。なにこれ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 。こう入れ替えるような形でこのシステムのままでね、どれぐらい持つかっていうのをね。暑くなってきたんでね、エアコンの方寒い、ここ寒いね。吸い込む方とこの吐き出す方のこの温度のね差を見てみます。まあ大体23度、はい、で吹き出し口23度、上が23度だったので、まあ、この今の現時点の温度差としては7度、約7度ですね。